さっき俺戻ろうかな。うん。ね。お腹すきましたね。12時過ぎました。はい。1時ですよ。ここから30分ぐらい行ったところにそうめん流しがあるらしいので、そこ行ってみたいと思います。イエーイ。はい。なんかね、お魚釣りもできるって書いてますね。やってみたい。お魚釣りやりたいでしょ。はい。はいはい。はい、TJ にも乗っておりましたせせらぎ館、こちらに行きます。先ほど電話をしたらですね、1時間待ちということでした。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、いつ？せせらぎ館の看板を発見しました。ニジマス釣り場へ向かいます。あ、これはクワガタじゃないぞ。なんかサナギだよ、サナギ。さあ、走れ。みんな走っていっちゃいましたよ。鯉がいる？あ、お魚いる。あ、本当だ、ニジマスがいるね。奥花瀬ニジマス釣り場。料金は2500円で釣り竿1本貸してもらえます。餌はもらえるので手ぶらで行きます。はい、今からニジマス釣りに行きます。1キロぐらい釣っていいっていうことなので、だいたい5匹ぐらいっていうことですね。楽しみ。楽しみだね。餌はこういう丸い玉ですね。りんくんが疲れたみたい。大丈夫？疲れた？みんな早かった。あ、みんな早かったからね、嫌になっちゃった。たくさん釣れるかな。で、普通に川で釣るんだね。すごい人だ。パパたちはあそこにおります。やって釣れるのか。結構ね、魚見えてるよね。いるんだけど。さっき俺戻ろうかな。うん。ね、電話出てる。ああ、行った行った行った、ほら。電話出てる。ああ、行った行った行った、ほら。カイ君が川に滑り落ちそうになるという事件も発生し、パパとカイ、リクは釣り場を離れました。カイを連れてよ、先行こうかね。サヤ、ケイ、ママでニジマス釣りに挑みます。魚は見えていましたが、なかなか釣れず餌だけ食べられました。たくさんの釣り人がいたので、ニジマスもお腹いっぱいだったのではないでしょうか。粘っても釣れないので、ニジマスに遊ばれているような気分になりました。せせらぎ館に移動し、唐揚げ定食とそうめんをいただきます。はい、来たよ。唐揚げです。はい、唐揚げです。唐揚げ定食来ました。いっちゃんと会場に唐揚げあげてください。はい。おー、回った回った。はい。おー、綺麗に回ったね。今こっち見て。お、上手。美味しいね。うん、唐揚げが美味しいわ。美味しいね。高いください、高いください。はい、高揚げます。ごちそうさまでした。皆さん、そうめん流し美味しかったですね。おー、美味しかった。僕も、うん、僕もやったね。やっぱり多かったですね。途中ですからね。しょうがないね。ここにおります。大隅半島の錦江町っていうところですね。はい、でせっかくここまで来ましたんで、はい、大隅の最南端佐多岬岬まで見に行ってみましょう、はい、っていうことで。そうですね。はい、あと車で1時間ぐらいですかね。はい、夏ー、かー。お、陸くん寝たね。寝た。陸くん、宿題はどうですか？終わったんですよ。何が？課題が全部？うん。作文がね、終わったのね。作文終わったけど、まだ自由研究がまだですよ。はい。道の駅がありましたので、ちょっと入ります。ママ腹痛のため、急遽道の駅ねじめに寄ってもらいました。道の駅ねじめに来ました。こちらには珍しいソフトクリームがありました。はい、ピワ茶ソフトクリームを食べてみます。ピワのお茶の粉末がかかってるんだ。はい、ありがとうございます。はい。
くん食べてみて。うん、美味しい。むせるようだって。ビバ茶の独特の味とソフトクリームがマッチして美味しかったです。いや、かわいい。お、かわいい。かわいいね。西郷どんにむせるよと言われていましたが、案の定むせました。黄色いポストだ、珍しいなと思って振り返ると、お靴は？ケイ、お靴は？靴がなくなるという事件が発生し、道の駅館内で無事発見しました。あそこに見えるのが開門岳ですね。開門岳ですね。はい。トンネルを抜けております。もう最南端、坂岬。おお、すごいですね。はい。いい。5キロ以上道なりです。ぶら下がってますね、木からね。何ですか。なんだろう。こう海が見えてきましたね。もう海が見えてきたね。佐田岬を目指しております。はい。パパ来たの多分ね、もうね、20年、30年前ですね。そうだよね。うん、なかなか来ませんね。はい。海水浴場があるんですか。あ、本当だ。海水浴場ですね。そうですよ。東シナ海ですか。太平洋じゃないですか。太平洋。トイレがありましてね。ママはですね、ちょっとお腹が痛くなってトイレに2回走りました。さっきのねじめのところでね、調子に乗ってソフトクリームを食べたんですよね。あそこビワ茶のソフトか。そうそう、ビワ茶の粉がかかってたんですよ。それ食べたらお腹痛くなって大変ですわ。もう食べなければいいのにね。よくバルカルじゃないですかね。そう、流しの時も誰かに唐揚げちょうだいって言いやすい。唐揚げじゃない、100パン。100パンください。断ったんですよ。私はただね、無償で全部あげました。だって漬物嫌いでしょ。え、漬物嫌いでしょ。嫌いですけど食べたいですよ。食べて言えば、まあ、私の取り分ですから。あ、まあそうだよね、取り分は食べたいよね。そうですよ、うん、だけどやっぱ好きだっていう人が食べた方がいいじゃないですか。まあそうですね、うん、まあ5時10分ぐらい、うん、北緯31度線展望広場。おお、ここは違うね。うんうん、目的地は左側にあります。はい。どうしますか。子供たち全滅で寝てますけど最南端に着きましたけど、降りますか。降りますか。降りませんか。おーい、皆さんちょっと離れますけど、クーラーは入れていきます。はい、ご心配なく。そこからそこだもんね、はい、もうね。先ほどですね、つるが長い木があったんですけど、ガジュマルって書いてありますね。こんなにつるが伸びるんですね。すごい景色いいじゃん。すごいね。うん、最南端ですね。わお、亀みたいな島ですね。あ、本当だね、亀だね、うん、亀の甲羅が大きくて頭がこんがり甲羅ですね。うん、あそこの砂浜には行けるのかな。あちらに見える白いのが灯台です。子供たちは寝てましたので、私一人で写真を撮りたいと思います。来ましたよ。いいよ。最南端ね。うん、今いる畳崎。はい、最西端。はい、小崎花。はい、長崎だね。おー、長崎なんだ。はい、東端。最東端。野沙布岬。これが最北端ね。はい。宗谷岬。宗谷岬。今日はこちらに行きました。はい。思った以上に遠かったですね。遠かったですね。はい。またのお越しをお待ちしております。もう誰も泳いでないですね。さっき泳いでたよね。うん。あ、ここから船が出るんだね。片目号だったっけ。あー、海中。魚を見るやつね。はいはいはい、途中でちょっとママとパパ交代します。はい、皆さんよく寝ました。寝ましたね。はい、今ここはどこですか。城ヶ崎っていう展望所。おお、城ヶ崎展望所。向こうはね、薩摩半島。うん、あれが開門岳です。あれが開門岳ですね。はい、開門岳ですね。はい、海君帰るよ。帰りましょう。はい、荒平天神にやってきました。はい、ここは前回ですね、カノヤのドライブに来た時に行ったところですね。夕焼け空の荒平天神も綺麗でした。
今フェリーに乗りました。うどんやってるかな。やってないかも。うん、そうだね。夜も降られ。はい。本日は終了。いや、めっちゃ見上がるさ。うん。500円だよ。今日500円じゃないよ、もう。ああ、まあ、それはもう高いな。今日はですね、最南端、佐多岬まで行ってきましたね。皆さん、お疲れ様でした。バイバイ。コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。ととしくね。